沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは、今日も素敵なゲストに来ていただきましたルーシーさんですよ。よろしくお願いします。あのルーシーさんといえばね、ペルーの、3世ということ、日系3世です。3世に、ね、はい、日系3世ということで、おばあちゃんとご両親沖縄、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん沖縄出身です。ああなるほどね。それでそのペルーにいらっしゃる時から、そのおばあちゃんから、琉球民謡を教わっていた、はい、習いました。はい、ですよね。はい、で、昨年ですね、あのニヌファ節というねアルバムを出されて、はい、で今回もね、今年あの世界のウチナンチュ大会がありましたけれども、この日本にはね、はい、ね、あの出演されまして、はい、ね、宮沢さんとか大城クラウディアちゃんとかね、はい、アルベルト白間さんとかね、マリシェさん、うん、ね、素敵なコンサートでした。はいはい、うん、この間もあの昨日か、ね、あの NHK でサクッとね放送ありましたけれども ね、あの僕このコンサートを見てとても感動したんですが、ありがとうございます。はい、さあ、そしてその、ルーシーさんなんですけれども、1年ぶりにね、アルバムをリリースいたしました。タイトルは冷やみ勝ちです。冷やみ勝ちです。はい、今やね、冷やみ勝ちといえばあの甲子園のね応援ソングにもなっていたりとかするんですが、今回のこのコンセプトは、あのみんなにあの元気を与えようって、うん、頑張りましょう。なるほど、はい、うん、沖縄から世界に元気をっていうことですね。はい、はい、ということで今回はこれを1000枚限定でリリースされて、はい、そしてチャリティーということで、はい、ね、1枚につきおいくら、あの1枚につき、うん、あの1円1円あ1ドルあ1ドル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 ですよね。1ドルですよね。はい、あのまあ円の相場があったりするんですけどもね、まあ、あの1枚につきあの1ドルをね、あの寄付というチャリティーということでね、あのやりましてということで、この冷やみ勝ちのね、リリースを記念したライブということになるんですかね。はい、うん、今回ね、これがいつでしたっけ。12月23日です。はい、ね、11月23日祝日ですね。はい、場所はどちらで。バレットの竜王ホールの7階です。うん、7階でね、行われまして、時間の方が会場が13時、開演が14時、昼の部と夜の部があるんですね。そうですね、あの、うん、昼と夜ですね。なるほどですね。はい、で、まあ、詳しくはね、こちらの方に出ているんですけども、今回のこのね、あの冷やみ勝ちのアルバムの中からもね、がっつりとね、演奏さ、していただくんでしょ。はい、で、このアルバムね、聞いたんですが、尾長みどり、あと BBB、はい、ね、あのブラジルのパーカッション軍団とも一緒にやってたりして、はいはい、このコンサートも出られるんですか。出ますね、サンバナイトで。うん、あ、本当ですか。はい、でその他にもなんかいろいろ、ホーネロの方に出ますね。うんうん、あ、本当ですか。はい、あとエイサー隊とかも、エイサー隊、エイサーの、うん、中グスク、うん、スーハー、うん、あの青年、青年会の皆さんも出られるということで、はい、あとあの冷やみ勝ち節の、うん、アイリッシュバイオリンの、うん、はい、マホさん、ギターの、うん、トーマさんとか、さんとか矢野さんとか、矢野さん、パーカッションのコメスさんとか、コメスさんとか、うん、おお、素晴らしいですね。あ、このレッドのアゲナさんも、アゲナさんも一応ここに出しておきましょうね。名前ね、たくさんメンバーね、いっぱいですね。まあ、ある意味本当に沖縄民謡、そしてペルー、ブラジルパーカッション、そして沖縄のエーサーと、はい、ね、はい、あのワールドワイドな感じで、ね、すごい楽しいライブ、うん、コンサートになりますよね。ということで、もうぜひねおいでいただきたいんですが、前売りがチケットね2500円、ね、当日3000円ということで、うちなんちなかなか前売り買わないので、ぜひ前売りをあのお買い上げになってね、あのコンサートを楽しんでいただきたいと。もうせっかく三振があるので、なんか冷やみ勝ちかなんかちょっとサクッとこう言ってもらってもいいですか。スペイン語バージョンで、はい、はい、忘れもさあ、もう一度、友達。
戻れなくなりますね。ちなみに最後言ってたのアリバっていうのはそのスペイン語で、はい、なんていう、頑張ろう、立ち上がろう、うん、なるほどですね、はい、ぜひコンサートに来てこのお囃子でアリバとね、あのコール&レスポンスでね、盛り上がって、アリバアリバということでね、盛り上がっていただきたいと思います、ということでゲストはルーシーさんでした。どうもありがとうございました。